さん今回3にしましょうか。3。まあ三月終わりますね。いやー3ヶ月ですね。3月終わり3ヶ月終わるみたいなね。3ですね。まあ 3, た3っていうのはね、結構ね、意味深な数字なんですよね。三角、三角、ピラミッド。3。そう。うん。まあさっきね、ちょっとブログ書いてたんですけど、 あのー、よくね3ヶ月あれば人生変わるよとね3か3ヶ月あると何か変わるよみたいな触れ込み売り込みの,あのセールストークあるじゃないですかではっきり言って多分3ヶ月はね変わんないんですよ、まあ、まあもちろん変わる人もいるかもしれないですけどじゃあ絶対3ヶ月で変わるのかっていうと僕は変わんないと思いますねただし僕が思うのは 3ヶ月すらもやらないんだったらそれは変わらないよねって逆説的な話ですね。3ヶ月で人生は変わるのかではなく、3ヶ月もできないやつが人生変えられるかっていうと、多分変えられないですね。YouTube で3ヶ月間しか動画投稿できないやつが、YouTuber にその一躍有名な YouTuber になれないですね。だから3ヶ月でしか投稿してないですよ。それで勝負していくんですよ。多分有名 YouTuber になれないですよ。だって、 これ事実として、ヒカキンさんももう十何年やってますけど、ずっとコンスタントにまあまあ動画作ってアップしてるじゃないですか。トッププレイヤーですらそれだけ続けてるのに、ね、新参者のやつがね、3ヶ月でね、値を上げてるようじゃね、それ無理ですよ。うん。だから3ヶ月で人生は変えられるかどうかわからんけど、3ヶ月も続かないやつは人生変えられないと思いますね。3ヶ月も努力できないですよ。人生って何年あるんですかっていう。 100年以来、100年生きたとしては100年の、100年の中の3ヶ月ですよ。それがやらない。そこを挑戦しない。そこを努力しない。うん、でそれはね、まあ無理だと思いますね。うん。だから一回、3ヶ月やってみればいいんですよじ。まあブログでも書いたんですけど、3ヶ月誇れる自分。俺それは3ヶ月本当にやったなと。今まで生きてきた中で一番この3ヶ月やったなっていう3ヶ月は、 過ごしててききたこととあるるんでですかと誇りを持ってね自慢もできるいやこれ結構人よりやったぞって自慢もできる自分も自信を持って言えるその3ヶ月間を過ごし過ごせてきたのかっていうねなんかやってきたのか多分ほとんどの人が3ヶ月ですらないんじゃないですか自分に納得できる3ヶ月間っていうほとんどの人はないですよでも変えてる人っていうのは何か人生変えてる人っていうのは多分3ヶ月ぐらいやってますからねそんなのは <laughs> 3ヶ月やってますよね、久保さん <laughs>。久保さん何年やってるんですかね、速果塾ね。速果塾3ヶ月で終わってました。終わってないですよね。もう10年ぐらいじゃないですか、速果塾 <laughs>。やってますね <laughs>。僕もドリアカーもう6年目ぐらいになりましたけど。うん、ヒカキンさんもね、うん、もうやってますしね。みんなやってますよ。うん、はい。いってらっしゃい。